見えないです。次は柱の地域に柱の地域。
終わりですね。まあ、おお、これは本当にカメラに結構近づいてきた。コスプレしちゃいました。お借りしましたけれども、このラリーの世界に三菱さんがね、ですラリーアートって言ってるだけでもう違うラリーですからね。はい、そのあたりはこの後も詳しく、インターネットにインターネットの前に、はい、いやー、ここは静かにこの狭いところで回るとやめか、フライングだそう。フライング。カナマイスはジアンヤに打率、関東の日本選手、この今、木村祐介選手。あ、鉄拳5番ですか。今、鉄拳5番は準備ができたということですね。さあ、まで鉄拳1番、この SS において、見事なマシンコントロール。どれくらい作れるか、だって普段こんな単発用の会社でナートを走るなんてテストしてない。そうですよ、ね、さあそんな中カーナンバー6番アドバンス神戸トヨペットモーターの
まあ、これは致し方ない判断ですよね。いいんですか。次は走ってくるから。さあ、カーナンバー19番フィットイージーレーシングジール G アリアリス森蔵チャレンジカップにこちらも参加。山田子のパイロンのラリー・ピエティ、ドライバー新海智之選手、そしてコドライバー安藤。もう7時間飛んでるはずなんです。そうなんですよね。